ぶっこんだ様々、正直にやった芸能人やインフルエンサーを教えてください。まあこれはですね、やっぱ名前を出すとですね、かなり失礼になるのと、もし今後そういう関係になったとしても、あいつ言うやつだと思われたらそういう風になれないんですよ。皆さんね、これ別にインフルエンサーだからとかじゃなくて、男の人が一番モテないパターン、特徴があるやつってどんなやつか分かります？それはね、やったことをペラペラ言うやつ。あのキャバ嬢とやったよとか、あの子とやったよって、もう言いふらすやついるんですよ、自慢みたいに。それが一番モテない、本当に一番ダメなのよ。本当これを見てるやつ覚えといた方がいいよ。秘密主義の人が一番ねモテるんで、はい。なので正直にやった芸能人インフルエンサーは言えません。はい、でも、まあ、一つだけ答えるとするならば、僕ってインスタグラムをすごい最初一生懸命頑張って、ツイッター、YouTube やってるんで、インスタが一番歴が長いんですよ。まあ、そういう意味ではインフルエンサーは多いですね。はい、それだけで勘弁してください。はい、なんでね、本当に、やったことをペラペラ言うやつは男は一番ダメです。そういうやつが一番モテません。もう口とあそこは硬い方がいいです。それを覚えていってください、今日皆さん。口とあそこは硬い方がいいです。はい、一番モテない、本当いるんだよ、キャバクラとか行って女の子ついて、あ、お前俺とやったよねとかいうやつ、一番モテないです。もうアウトですね、退場です。はい、YouTuber で誰がモテますか、男で。僕は YouTuber で一番モテるなと思ったのは、やっぱヒカルさんとかじゃないですかね。あの人もそのモテるモテないもそうなんですけど、やっぱストイックですよ、ストイック。まあ僕も本当にいろんな会社経営とか見てきましたけど、誰よりもなんか YouTuber っていう枠組みの中でありながらストイックなのは、僕はヒカルさんだなと思いました、同世代で。すごいなと思いました。そっから僕も頑張んないといけないなと思って YouTube 伸びるようになったりしたんで、かなりですね、そこはすごい影響が僕にとっては大きかったなと思ってます。はい、切り抜きをご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。